はい、どうも、しんです、今日のトレーニングは肩トレです、肩トレで、まっちゃんが、大会が、何日前 ?18日前で、実質多分あとトレーニングできるのが16日ぐらいかな、まあ、あの体重の減り具合によると思うんですけど16日ぐらいです。で、朝の体重見る限り、おい、まっちゃん、あと3キロぐらいあるんですけどね、まあ、こっからがね、まあ、減らないんだよ ねちょっと今苦戦してます、うん、まっちゃん今回の減量は大体20キロぐらいなんですけど20キロって結構きついんだよね。きついです。僕もマックス25キロ、24キロの減量やったことあるんですけど、まあ後半落ちないですよ、うん、ただ今はあのもう2週間前なんで、その計量がね、まっちゃんはあの体重によって階級分けされてるんで、まあ、体重パスできないとね、あのそもそも大会が出れないんで、まあ、筋量がどうだのこうだのとも言ってる場合じゃなくて、 PFC バランスがどうとか言ってる場合じゃなくて、もうとにかく運動量を上げて、今はね、最後の追い込みってことで、今日から、昨日からゼロカーボン、ゼロカーボンにして、で、まあ、脂質もね、あのゼロカーボン中はやっぱり取らないと減らないんだけど、今まで脂質なしのね、あの減量をずっとやってきてたんで、まあ、脂質も今様子見で、ちょこちょこ入れるようにしてる感じだね。はい、うん、なんでちょっとここからね、もうまっちゃんのここ次第になってくるんで、毎日多分ね、あの自問自答が始まると思うんで、ね、もう始まってますでしょと思うけど、まあ、ここからはね、本当ここなんだよ。はい、うん、で、僕ができることは、まっちゃんと一緒にね、まっちゃんが追い込めるように声張り上げてトレーニングすることと、あとはまあ僕ができるね、アドバイスをすることだけです。で、基本的にね、僕はもう全部あれやれこれやれって言ってたらまっちゃんの成長はないんで、ある程度あれやってください、これやってくださいとかって言いますけど、最終的にね、食事の管理とかそういうのは全部自分でやらせてるんでね、うん、でしょ、だからそこはね、まっちゃんが頑張るしかないんで、頑張ります。頑張れ。はい、ちょっと他人事のようだけど頑張る頑張ります。ってことで今日は、肩トレです、うん、だからね、すごいなと思うのが、まっちゃんもあのプロタンもそうなんだけど、重量がね、落ちてないんだね。あ、そうよ、うん、それはすごいなと思う。昨日足やった時も全然落ちてなかったし、うん、大会2週間前でヘロヘロな状態とは思えないぐらいね、すごい頑張ってるんで、あとは本当に絞るだけ、うん、怪我はしないように、はい、うん、よし。ということで今日は、肩ショルダープレス、ハンマーストリングスの、ショルダープレスマシンからいきます。それじゃあレッツゴー、本セット1セット目がいつもね、3枚プラス10キロでやってるんですけど、今日ちょっと4枚4枚ここにつけられるフルマックスでちょっといきます。4枚4枚でなんで片方が、これ初動が 4.5 キロなんで 84.5 キロ、うん、上がるか分かんないけど、ちょっと気合入れていきます。気合入れ、まあ、じゃあ初動だけよいしょ、うん、で次、2セット目でさっきより10キロ落とします。10キロで、これで10発狙います。ふぅー
が、3セット目を2セット目、10発上がったんで同じ回数でいって、で終わってすぐに、20取ってドロップで限界までいきます。よし、次2種目目なんですけど、最近そのフロントとサイドはすごいああいうプレス系とか重量は使えるんですけど、リアの方がねやっぱなかなか重量っていうとベックフライリアデルトだったり、あとバックプレスで高重量ぐらいだと思うんで、あとリアレイズとかね。なんで最近はこの2種目目にリアを入れるようにしてます。で最初このケーブルで、15本から20本入れて、すぐにこのリアデルトで、コンバウンドセット組むようにしてます。これは最近 のリアの2種目目の、僕のセットの組み方というかメニューの組み方です。じゃあ早速やっていきます。ケーブルのハイレップのリアすごい効くんでね、ぜひ試してみてください。あの背中の種目で例えばラット引くときとか、あのローケー入れるときに手幅結構ナロー気味にするとリア側に結構入るの多分わかると思うんですけど、なんでこのケーブルでやるときは手幅ちょっと狭めにして、あの背中のこの両頸筋っていうこの上背部があるんですけど、ここを寄せるように引くんじゃなくて、リアがギリギリあの収縮するぐらいまで引くようにしてください。これあの背中で引くような感じ、肩甲骨を寄せて背中で引くようなイメージで引いちゃうと背中に結構逃げちゃうんで、そこは自分であのコントロールできる重さでしっかりリアで引くようにしてください。で最後までグッてね、このリアデルトもそうだけど入れちゃうと結構ねその両肩筋とかに逃げちゃうんで、なのでなるべくリアが一番収縮得られるぐらいです。ここまで引くと多分背中収縮しちゃうんで、手前ぐらい感覚、そこはあの質をそれぞれの感覚で調整してください。でこれを3セットいきます。
Drop it. ねえ、この組み合わせめちゃめちゃ効くんでね、ぜひ試してください。リガってなんかおまけになりがちなんで、そこをね、やっぱりおまけになりがちだとフロントに比べてやっぱりリアがね弱くなりすぎちゃうんで、結構メインの方に持ってくるとより多分背中じゃなかった肩がね大きな形になると思うんで、試してみてください。で次、3種目目が、サイドレイズですね。サイドレイズで、サイドレイズは、僧帽筋で引かないようにしっかり落として小指側から引いてあげる。でこれを、15本を、3セットやって、ラストドロップでもう1セットで、全部で4セットいきます。よし。Drop it.4種目目は、いつもこの間ちょっと動画で紹介したフロントとバックのバーベルのプレスの、コンパウンドセットっていうかスーパーセットがいつもなんですけど、今日はね、ちょっとバリエーション変えて、さっきの1種目目にやったこのマシーンの逆バージョン、まあ、要はバックプレスみたいな感じですよね、軌道的に。で、しっかりリアに負荷を乗せて肩のね、後部の方を意識してちょっと上げていきます。もちろん肩の後部だけじゃなくてね、こういう風に上げるんで肩のサイドもフロントもね、それなりに収縮はするんですけど、効くんですけど、なるべくね、バックの方に負荷が乗るように意識して上げていきます。よし。Drop it.